様々な形相の光学顕微鏡を写真。ヘッケルによる形相のスケッチ形相は、不透毛植物に含まれる、単細胞性の藻類のグループである。分類階級は、形相植物門、または形相図が割り当てられる。細胞が計算室の比較に覆われているのが特徴である。殻の形態が放射相象のものを中心形相、一本の対象軸を持って、 左右対称であるものを右上系相と呼ぶ。系相はすべて光合成を行う、独立栄養生物で、細胞内に1個から多数の葉緑体を持つ。光合成色素としては、滑走等と同じくクロロフィル A、C1、C2 を持つ。補助色素としては、カロテノイドであるフコキサンチン、ディアトキサンチン、ディアリノキサンチン、ベータカロテンなどを含み、効果色を呈する。 葉緑体は、包み膜が余栄膜であり、構想の二次矯正に由来するものと考えられている。葉緑体は、細胞の周囲に配されるものが多い。核は、細胞の中心付近に位置し、その周りを発達した液胞が取り囲む。ミトコンドリアは、環状クリステで、細胞室内に分散して配置されている。羽型弁毛を持つストラメノパイルの一員であるが、軽相では、 通常の細胞は弁毛を持たず、中心形相の有層細胞のみが弁毛を備える。有層子の弁毛は全弁毛一本で、両ウ内部の微小管配列は、一般的な Q プラス2構造ではなく、中心体微小管を各 Q プラス例、構造構造である。弁毛焦げは、他の不透毛も同様に三部構成である。形相は、単細胞生物としては多彩な、 細胞外マトリックスを持つ。形相の多くは比較に唇状突起と呼ばれる中空の管を持ち、ここから粘液性の物質を細胞外へ分泌する。特に中心形相でプランクトンとして生活するものでは粘性の高い粘液が有機突起を形成し、細胞から放射状に伸びる。これは海洋における細胞の沈降を抑え、細胞を 有り層に止める働きがあると考えられている。右上系層の一部の種は比較に縦溝を持ち、溝の軸方向に、器物状を滑るように運動する。この縦溝の内側の細胞膜直下には、アクチンフィラメントが配置されており、同時に縦溝から粘液繊維が分泌される。この繊維は、細胞内に回収されず、器物状に残ることが分かっているが、 細胞移動の具体的なメカニズムに関しては不明な点が多い。一方、固着性で軍隊性の右上形層では細胞外に寒点質を分泌し樹状の柄を形成して軍隊を成すものもある。特にシンベラ属やライクマファー属は大型で美しい軍隊を作る。東京都の国立科学博物館にはこの軍隊を含む形層の聖地のアクリル模型が 展示されている。様々な軽装の比較。操作型電子顕微鏡による撮影。ビダルフィアレティキュラータディプロナイス SP ユッポディスカスロディオタスメイロシラベリアンズ軽装の殻は、弁当箱のように大きい外角の内側に小さめの内角が組み合わされた構造となっている。蓋や底の面を角面、横から見たのを帯面という。 多くの形装では、この2面が直行するために、多くの場合光学顕微鏡による観察ではどちらか、一方の面のみが見えることになる。一般に、形装の顕微鏡写真は、各面の形状を写したものである。各面は変化に富むが、帯面は、ほとんどの場合長方形に見え、形態の差異を把握できない。キャンプイラディスカスのように、比較全体がねじれている形装もある。 比較にわ訪問と呼ばれる微細な穴や、それが配列した乗船が多数存在し、これらの数や配置は分類形質として用いられている。形装では古くから殻の形成機構や計算代謝機構に関する研究が進められてきた。1999年には計算を下流状に凝集させるタンパク質であるシラフィンが、 シリンドロサーカフシフォルミスの比較から生成され、従来の構造学的な側面に加えて、比較形成の科学的な研究に大きな進展をもたらした。また、計算の細胞内代謝に関連する遺伝子も、サラチオシラやニツシャのような代表族から数多く報告されている。比較の形成には、計算の取り込みが不可欠であるが、これと競合的に取り込まれる二酸化ゲルマニウムを、 形相の培養に添加すると、比較が形成されないばかりか形相は死滅してしまう。形相に限らず、同じ不透毛植物門の黄金色藻類で、計算室の鱗片を持つ藻類などにも、同様の効果がある。二酸化ゲルマニウムには、計算を利用する藻類の生育をかなり選択的に、ブロックする作用があるので、これらの繁殖を望まない培養を行う際に威力を発揮する。 比較はその材質から堆積物中で残存しやすく、微化石として大量に出土する。軽相の比較がその大半を占める堆積物は、軽相土と呼ばれる。軽相の化石として、最古のものは、ドイツ北部の1億8500年前の地層より発見されたものとされている。化石化しやすい軽相であるが、白秋以前のものは、高鉄鉱や、 オパールなどで痴漢されている場合も多く、軽装であったことがわからなくなっているものもある。淡水から海水まで広く分布する。海洋生態系においては一時生産者として大きな生態的地位を占める。一方、大発生して赤潮を引き起こすこともある。陸水においても重要な生産者であり、魚類の餌として重要である。淡水中に見られる褐色の、いわゆる苔は、 船体類ではなく、主に軽相の軍隊である。プランクトン量の少ない流水系では、ベントスとして存在し、川底の石の表面に付着して、アユ等の餌となる。軽相は、pH1.2 の共産性の温泉から、pH11 の強アルカリ湖であるマガディコのような塩基性湖まで広く分布する。その他、高潮濃度の内陸湖や恐怖水域など、 極限環境として知られる環境にも生育する。極域の流氷仮面にも低温性の形相が生育しており、これらは特に開氷藻類と呼ばれる。ただし、氷河表面の雪面や氷河内部で生育する氷雪もと呼ばれる藻類が存在するが、こちらはほとんどが緑藻の類であることに注意されたい。一部の形相では有効虫に、 細胞内共生している例が報告されている。共生中の形相は比較を持たない状態だが、有効虫の細胞内から単離すると比較を形成し、自由生活性となる。1983年日本で初めて発見されたキートケロスサルスギネウムと呼ばれる形相は、一般のプランクトンの50倍のスピードで増殖する。日本で発見されて、以来、 世界各地での分布が確認されている軽相だが、高い増殖力については長い間認知されることはなかった。2012年、香川大学の実験により、その増殖力を知られることとなった。バイオ燃料として活用できる可能性もあるとして、研究が進められている。軽相は、通常に分裂により、無性的に増殖する。 細胞分裂は比較の中で進行し、二つの娘細胞は親細胞の外角と内角の内側にそれぞれ新たな反比較を形成する。したがって親細胞の反比較はそれぞれ一つずつ娘細胞に分配される。その結果、娘細胞の一つは親細胞と同じ大きさであるが、もう一方は内角を外角として利用しているため、親細胞より一回り小さくなる。 上記の通り、無症生殖を繰り返した個体群は細胞の平均サイズが減少してしまう。これを回復するため、ある程度小さくなった細胞では有性生殖が行われる。中心形相では、減数分裂を行って一本弁毛の有生細胞を生じ、これが他の単層の個体と接合して増大胞子を形成する。増大胞子は比較を持たず、成長して、 体積を増し、然るべき大きさの通常細胞に戻る。右上系層の減数分裂では同型配偶子が形成される。この接合子が比較を介して近接し、原形質をアメーバ状に変化させて接合増大胞子を形成する。原生種・化石種を含め約2万種と言われる。しかしこれらの大部分は空の形態をもとに記載された種であり。 有性生殖による生物学的種の確認が行われたわけではない。セレイファー属など一部の系相では有性生殖の確認実験がなされており、それによれば同種とされる系相の中でも形態の近いもの、同種のみが互いに有性生殖を行うという。これを踏まえた試算によれば系相の種数は10万を超えるとする見解もある。エイディルエトールによる分類は、 以下の通り、ありがとうございます。